おはようございます。速稼塾の久保でございます。いや、カルロス・ゴーンさんの保釈金15億が没収されたというね、この桁外れな保釈金もそうですけども、15億円を不意にしてでももう自由が欲しかったというね、カルロス・ゴーンさんの気持ち、まあよくわかるなと思います。お金には変えられないようなね、価値が人間にはあると思うんです。まあ今の世の中はね、どんなことが起きるかわからないっていうのはよく言われることなんですけども、まあ私いろんなものがこうやって溢れてくる中で、これから少子高齢化が進んでですね、ますます物の価値ってのを落ちていくんではないかなと思うんですよ。皆さんもそういうことね、感じてると思います。物を作るとなかなかね、売れにくいと。ただ逆にどんどん売れるようになったものがあります。それはですね、人の感情ですとか喜びとかエンターテインメントとか心をワクワクさせるもの、いわゆる価値ある情報なんですよね。まあその価値ある情報を私たちはどのように扱っていくかということがすごく重要になってくるんですけども、私はねこれ2つに分かれると思うんですよ。で今は2つに分かれるうちのちょっとネガティブな部分が、どちらかというとね、価値を帯びているのかなという悲しい現象があります。まあ、例えばね、人の怒りとか悲しみとか貧しさとかね、それから苦痛とか、その他にもなんかね、まあネガティブなことですよね。大事件とかそういったものにやっぱ人は集中してしまうのかなと。そこにはね、ある種の共感があったり、そして見てる人の優越感があったりね、まあある種の安心がありますよね。まだまだ自分はマシなんだということで安心するところがあります。自分よりも不幸な人とか自分よりも貧しい人とかを見て安心するような人の心理にニュースっていうのができているのかなっていうところがありますよね。そこに、例えばね、アクセスが集中するとか、だから YouTube でもそうなんですけども、人を叩く YouTube っていうのが結構人気だったり、人をバカにする YouTube が人を論破するとかね、そういうのがすごく流行るのはその傾向にあるからかなと思うんですよね。でこれからはね、どういうふうなものが価値を帯びていくかというと、まだまだアクセスは集まらないんですけども、励ましですとかね、喜びですとか、誰かを応援するとか、力強いメッセージを感じるとか、慰めですとかね、こういったものがこれから徐々に、まあ、市民権を得ていくんではないかなとかね、共感というものを得るんではないかなと思います。人は誰しも元気になりたいし希望を見出したいと思ってるんですけども、そういったことに綺麗事とかね、薄ら寒いものを感じる人がいるのもまあ事実なんですよ。そして、そういうことをね、発信するのもどちらかというとね、ちょっと気恥ずかしいところがあったりとか、何も成し得てない自分なんかが誰かの役に立つみたいなことを言っていいのかなみたいな躊躇もあったりするわけなんですよ。おはようございます、ゆみさん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、そんなことがありましてね、私はこれからは正直な人とか心から本音を言う人っていうのが徐々に支持されていくのかなと思います。今はまだそうではありません。残念ながら正直なことや綺麗事っていうのはアクセスが取れないような現状があります。はい、リカさん、おはようございます。明けましておめでとうございます。はい、本日もよろしくお願いします。丸吉さんもね、いつも見ていただいてありがとうございます。という形でね、ライブ放送をしていますと、こんな早朝なのに視聴者さん4人のうち3人がねコメントくださってます。ありがとうございます。まあこういう風なねコメントをいただくとすごく励みになって、またやろうかなって思うわけなんですよ。こういったものが今はエネルギーとしては少ないんですけども、でもね、ものすごく大きくパワーを送れるのかなと思います。でも逆にですね、今までっていうのは誰かをバカにするような放送に対してそうだそうだって言ったりとかね、誰かをけしかけてみるとか、まあ、例えばね、誰か政治的な発信をしていたらその人をね責めたりとかね、そういうのがなんか人気なのかなと思っちゃいますよね。はい、通信が 5G になるにつれてうつ病になる人が増えるみたい。ああそうですね。まあ 5G も関わるのかもしれませんけども、おそらくね、ゆみさん、私が思うのは不幸な情報が 5G によってものすごく拡散しやすくなることによってうつ病になったりとかするのかなっていうところも加えられるのかなと思うんですよ。5G っていう電波帯が人間にどういう影響を及ぼすのかっていうのは、まあ、いろんな諸説ふんぷんなんで何とも言いません。 5G っていうのは人類が経験したことないような電波帯ですから、多くの方、例えばね、数千人とか数万人っていうものに対して発せられたことがないんですよね。まあ、ですんでいろんな予測はありますけども、これから何が起こるのかっていうのは、例えばね、30年とか50年を振り返ってみないとわからないのかなっていうところもありますね。ただね、やっぱり安全に安心して使いたいなっていうところがありますんで、私たちがやっぱりね、通信ってものを否定するっていうこと、その勇気が持てれば 5G による良くない影響っていうのは跳ねのけることができますけども、多分ね、やっぱりそのどうだかわからない恐怖に対して私たちは鈍感なんですよね、きっとね。だから日々食べるものとか飲むものっていうのも、目先の楽しさとか嬉しさとか喜びに対してかなりね鈍化させられてるんじゃないかなと思っちゃいますよね。
どうなんでしょうかね。はい、まあいろいろと申し上げましたけども、このね、物の価値がなくなっていく時代に、私たちは情報の価値をもっともっと高めていく、それを受け取っていくセンスが必要なのかなと思うわけなんですよね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。今日の動画の最後にちょっとねお伝えしたいんですけども、問題が起きた時にそれを自分のものとして自分で解決する人と、問題が起きた時に文句ばっかり言って自分では具体的に行動せずに、なんとなく誰かがやってくれるだろうと考える人がいます。あなたはどちらがいいと思いますか。ではいってらっしゃい。